はい、どうもこんばんは、グミちゃんです。今日からですね、バイオハザードゼロをやっていきたいと思います。もうゼロは、もう癒しキャラの二人が出てくる、一応神ゲーなんですけど、あんまやってる人がおらんのかな？神ゲーのゼロになります。散々いろいろバイオハザードやってきてるんですけど、今回ゼロはちょっと縛りを加えてやっていきたいと思います。その縛り内容っていうのが、回復アイテムを持ち歩かない縛り。もう、目の前に見えたもんは食べる。で、いらないのなら食べない。で、持ち歩かないみたいな感じでやっていきたいと思います。お願いします。ゼロを縛るのは初めてですね。なんか S ランク取るぐらいでしかやってなかったんですけど。アメリカ中西部の街、ラクーンシティ。絶海の孤島。ロックフォートと第2のラクーンシティとなったシーナと大量の犠牲者を出したこの一連の事件は未だに数多くの真実が隠されている。多国籍企業と知られているアンブレラ、その謎に包まれた起源、いつ誰が創設したのか、そして T ウイルスは全ての謎を解き明かすには発端となった洋館事件以前に戻らなくてはならないだろう。ということで、ラクーンフォレスト、98年7月23日。これはバイオハザード1の1日前の話ですね。ちょっと案外知られてない話ではあるんですけどね。実はそのバイオハザード5やったことある人わかるかもって感じなんやけど、クリスとシェバがなんか地下のシソ花っていうのを育ててるエリアに行くことがあんねやんか。そのシソ花のウイルスが発端なんやけど、シソ花ウイルスをこのヒルに、何？変異させたのがマーカスさんなわけですよ。全ての始まり、それはラクーン市郊外で相次ぐ猟奇殺人事件、それが悪夢のような事態を生むとは誰一人想像すらできなかった。どうした？エンジントラブル発生、緊急着陸します。現在の状況の確認を急げ。で、隊長、あれは、レベッカとエンリコ隊長の出会いはここですね。出会いというか、始まりはここからですね。エンリコさんは1で出てきた人ですね。覚えてますか？なんだ？移送を指示書、ビリー・コーエン少佐、年齢26歳、軍法会議決定に基づき、レガソン基地へ移送の上、死刑執行のこと。結局 MP が2人も殺害され、こいつはまんまと脱走ってわけか。なんてこった。よし、全員周辺の捜索に当たれ。相手は凶悪だ。油断するな。
列車？そのバイオゼロといえばもう列車ですよね。はい。で、始まるわけですよ。鍵がかかっていて、車掌室、車掌車、食堂車へ入ることができない。どんだけ間違いね。荷物が散らばり、椅子は血で赤く染まっている。結構バイオハザードの女キャラとしてはジルと、あとエイダが人気やと思うんですけど、意外とレベッカが好きやね。返事をしてください。誰もいないの？可愛くない？レベッカめっちゃ。まずい。もういきなりこんな感じ。おお、なるほどね。どれで撃つんや。はいはいはい。え、どれで撃つんや。これか。危な。ああ、やばいやばい。やめてよ、バカ。離せ。見えないな。やったか？どういうこと？確かに死んでいたのに。もうレベッカといえば、ちょっと貧弱で、理系の女の子っていう感じですね。薬とか作るのが得意な女の子ですね。で、まあ話の流れとしては、ブラボーチームが今これなんですよね。ブラボーチームがレベッカとかエンリコ隊長、あと、覚えてますかね？ハンバーグニキ。ハンバーグニキとかね、リチャードですね。あと、フォレストさんとかもね。そうですよね。まあ、ブラボーチームですね。スターズの。え、今回ハンドガンの弾は拾っていいので拾っていきますね。乗客の日記、7月14日、今日上司から指示があった。アークレイ山中の研究所跡の調査が必要になり、我々が担当することになったらしい。移動は2班に分かれ、先発隊は、遺棄実験隊や廃棄物の調査を始めているそうだ。7月16日、残念なのはこの調査のために試作 BOW タイプ Y139 の研究を一時的にでも中断させざるを得なくなったってことだ。BOW タイプ Y139 もそうだが、甲殻類のティールスに対する反応は未知の部分も数多く残されており、研究対象として実に興味深い。ごく少量の T の投与でも、種類や育成環境によっては全身の著しい硬質、巨大化、体内毒素の異常増殖、知能の発達などうまく制御すれば兵器として成立しうる変態要素を兼ね揃えているのだ。だが、急激な硬核の発達は同時に強度の低下という問題も引き起こす。特定の部位については意外なほどに弱くなってしまうのだ。その部位が頭部の外核だということも大きな問題と言える。目的地の研究所でも同種の研究を行っているのだろうか。研究データやサンプルなど、以後の実験のヒントになりそうなものがあればいいのだが、7月19日、予定の日が近づくにつれて不安が増す。ラクーンシティのテレビや、新聞は連日のように郊外で発生している猟奇殺人事件を報道しているらしい。まさかとは思うが、ウイルスが？だとすれば。
いや、今は考えても仕方がない。調査を予定通りに進められるよう準備に専念しよう。なるほどね。いろいろ偉いことになってきてんでーっていう発端のことですね。もうバイオハザードの全ての始まりっていうことですよ。あ、なんか安心すんな、この実家の音楽。そうですね、今回拾ったらすぐに使うという感じなんで、これでいきますね。調査命令書、血で汚れて読めない部分がある。ラクーンシティから北8マイルのアークレイ山中に、年前に閉鎖され、我が社の幹部養成所が、現在、その施設再利用を目的とした事前調査が行われている。すでに第1班が現地入りして、調査を開始し、いるが、君のチーム、手助け、もらいたい。なお、以降の指示は、ウェリー、バキー、バ、え、後のページは破れてしまっている。ウィリアム・バーキン、アルバート・ウェスカーですかね。はい、ではやっていきたいと思います。インクリボンは一体何からボンボンちゃんは置いていきます。今回実家はないので、下に置くっていう感じですね。バイオハザードゼロは鍵がかかっていて開かない。ドアに車掌室と書かれている。カードリーダー、何か持っている。列車の鍵、食堂室、食堂車かな。おっと、来ましたよ、ここが出会いですね。ビリー・コーエン少佐。おう、驚いたな。俺のことを知っているのか。死刑執行予定の第一級殺人犯、それに元軍人。なるほど、スターズか。今、あんたらとはお近づきになりたくないんでね。おしゃべりはここで終わりにさせてもらうぜ。待ちなさい。あなたは逮捕するわ。悪いが、お嬢さん。飾りは間に合ってる。バカにして。お。お。一体何があったの？くそ。なんてこった。気をつけろ、レベッカ。森の中はゾンビや化け物でいっぱいだ。ゾンビや化け物。大丈夫か、この貧弱お姉さん。どこ行った？いた。まずい。まずい。やばいやばいやばい。いかんいかん。これはいかんぞ。やめる。わしは犬派ではない。すまんが。どこ行きよった？よーし、やってやったわ。
エドワード、数時間前は元気だったのに、何か持っている。おお、いいね。体中を食いちぎられている。エドワード。くそ。あ、ここ入ったな。あれ、鍵、食堂室かな？こんにちは。おい。おい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 。やめて。ふざけんじゃねえよ、このバカ野郎が、お前。さんじゃねえよ。やばい。お腹痛い。まずいまずい。あ、待って。鍵調べれんじゃん、これ。食堂車。生きてんだろ、おめえ。死んでんのか。おめえらよ。生きてるやつ手あげな。死んでるわ。皆さん気になって仕方ないビリー公演少佐、早く会いたいね。お、こちらレベッカ、どうぞ。レベッカ、聞こえるか？エンリコだ。現在地はどこだ？隊長、聞こえますか？応答してください。聞こえている。いいか、よく聞け。護送車で見つけたビリー公演の資料からさらに詳しいことが見つかった。奴は一度に23人もの人間を殺害している。23人。精神科への通院歴も確認した。十分に気をつけろ。聞こえているか、レベッカ。いいな、レベッカ。くれぐれも警戒するんだ。隊長。23人。おい、そんなやべえ、おい。おい。まずい。おい。やったか。はい、やりました。血出ましたね。おやすみなさい。食堂車の鍵を使った。もうこの鍵は必要ないようだ。はい。誰がわかんねんな、もうこの鍵は必要ないとか、ほんまみんな言うけどさ。思わん？鎧の鍵とかさ、誰がどこの時点でもう必要ないってわかんねんっていう。お前は23人殺した。この先は危険だ。どうだ、協力しないか。あんたと協力するですって？まあ、聞けよ、お嬢さん。気づいてもいるが、気づいてはいると思うが、仲間その化け物だらけだ。なぜそうなったかわからんが、助かわなければ命が行く末も足らないぞ。お困りのようだけど、こっちは助けなんていらないわ。あいにく一人でも大丈夫なの。それぞお嬢さんって呼ばないで。わかったよ、フキエさん。なんて呼べばいいんだ？レベッカ・チェンバース。あなたとしてはチェンバース巡査ですけどね。それじゃあ、レベッカ、一人でやってみるといい。俺はここで待つとする。こっから始まるわけですね、この脳筋天然バカ野郎と、レベッカ、かわいいかわいい、貧弱レベッカの物語がね。管理責任者への指示書。管理責任者は厨房室の業務終了後、全作業員の体質を確認してから自動ドアの電源を切っておくこと。自動ドアにも電力を供給している主電源装置は5両目の屋根部分に設置されている。点検は車庫への入庫後に必ず行うこと。点検は停止後、2階食堂後部に設置されたはしごを利用すること。はいはい。この2人はね、もうバイオ史上癒しキャラで有名ですからね。
こんな可愛いレベッカちゃんと、脳筋バカ野郎おじさんのね。なんだ？Excuse me, sir. すいません、Sir. おじさん？ここでね、昼山さんが誕生ですね。まずい。これは逃げた方が良さそうだ。逃げましょう。向こうからロック。上。まずい。気持ち悪い。あ。うえ、デロデロや。あ、ビリちゃん。おっとー、なんだその格好は。果たして飛ぶ必要があったのかどうかは分かりませんけども。昼山さん、大丈夫か？あ？これ誰がこんな時に歌ってんの？音楽室ちゃうぞ、ここ。誰？あんた誰？Who is that guy? なんだあの野郎だ。おっと、動き出した。誰が運転を？調べた方が良さそうだな。待て、俺と協力するんだ。いいな。けど私わかんねえ女だな。さっきのやつに殺されちまうぞ。わかったわ。でもおかしな真似をしたら撃つから。それでいい。これは持っていけ。無線で連絡を取り合うんだ。いいな。可愛いですね、レベッカ。やっぱ可愛い女の子はね、頼れる男の子に助けてもらうのが一番ですね。プレイングマニュアルにパートナーザッピングについて。パートナーザッピング、レベッカとビリー特性の異なる2人の主人公を操作してゲームを進行させるシステムです。操作しているキャラクターをメインプレイヤー、非操作キャラクターをパートナーキャラとそれぞれ呼びます。パートナーキャラの操作、パートナーキャラは基本的に自動で行動します。R で移動操作が可能。なるほどね。まあ、とりあえず一緒にやるっていうことですよ、バイオゼロは。こんな感じでこう一緒にこうやって動くことも可能ですし、こうやって動かして、ワイワイはレベカですよーいう時もあれば、いやもうこっちとら、こっちがビリちゃんですよーみたいな、そういう時もあるわけですよ。ね。で、ビリーの持ってるものはこんな感じですね。で、一旦はレベッカの方が心配なんで、レベッカで行きたいと思います。まあ、こうやって一緒についてくることもあれば、置いといてもいいけどね、今一旦。ちょっとあなた置いとくわ。ビリーちゃん一旦ここに置いときます。なんかちょっと曖昧なあれやけど、あれ？ちょっと待ってくださいね、慣れるまで時間が。ビリー待機になってるよね。はい。え、あんた待機してって言ったよね。なんでついてきてんの？ちょっと待って。一旦置いときたいと思います。
言うとったなんかはしご使えみたいなやつか。電源ケーブルが切断されている。元通りにつなぎ直しますか。え、素手で。え、素手でいきたいと思いますね。大丈夫？おお。なんなんだよもう。あ、ハーブありがたい。はい、では食べたいと思います。ちょっと待って、間違えるわ。あなたちょっと一回ちょっと降りて。そんでレベちゃんは食べます。何ですかこれ。列車の鍵。車掌室。ゼロはね、こうやってこう移動させたりみたいなのが楽しいよね。あ、なるほど。別に今いらんね、呼び出す必要はない。あー、なるほど。尖ったもの。もうでもあれやんね、これ一旦これビリちゃんやろうな。ビリちゃん、レベちゃんを助けるのよ。尖ったもの。調理。お、開閉可能なパネル。何か道具が必要。業務用冷蔵庫。あ、ここがあのエレベーターにつながってるということですね。車掌室の鍵、これビリーちゃんに渡すんじゃないか。あんまり覚えてないよね。じゃあちょっとビリーちゃんに送りましょうか。すごいな、無線もなしでこれでお前どうにかせえっていうことやと察するビリーちゃん。こいつら出会って5分とは思えない。おっつ、危なっ。レベちゃんが安全に通れるように道を安全なルートにしといてあげよう。これ2階は待てよ、これハーブは一旦無視した方が良さそうやな。わ、通れへんわ。テレフォン一旦無視で。
おった。あ、すごい、なんか顎外れてる？よし。写真室ここやったっけ？203。あ、これ実家か。あ、実家やね。ここですね。ビリーちゃんがさ、今回脳筋バカっていうのが、これハーブとかはね、この人組み合わせれないんですよ、バカで。組み合わせ方を知らないみたいで。なんかレベッカとかはこれを調合するとかできんねんけど、この子ちょっとできないよね。車掌のメモ。運転室に通じるカードキーは例のカバンに入れて保管してある。そう、私ともう一人が持っている鍵がないと開かないという忌々しいあれだ。だが、困ったことに、私はその鍵をどこかで落としてしまったらしい。普通の鍵であればすぐに誰かが届けてくれそうだが、あれは物が物なだけに不安で仕方がない。私も探すが、もし先に見つけたら相棒にでも渡しておいてくれ。よろしく頼む。何でしょう。車掌のカバン。これが開かへんいうことやね。カードキー。丸い穴が2つ。この部屋調べきってないのに出てしまった。まあ、あのハーブは取ったらいけないものとして、これよ、スイッチ。おお、本日のおすすめ、エビのカルパッチョ地中海風ローストチキン。エンドオブザパーティー。隣の絵の続きのようだ。散開する人々が描かれている。なんや。なんだ。ビリーちゃん警戒モードです。もうなんかまたぐちぐち言うとる。アイスピック。何に使うんやろ。サロンイクリプティックへようこそ。くつろぎのひとときをお過ごしください。なるほどね。エステサロン的な。お、うわ、救急スプレーある。結構きついな、これ。使わずに置いとくみたいな。間違えて拾ってしまった、終わりやん。何か細いものがって言ってたよな、レベちゃん。ショットガンですよ。もうこういうのが出てくるということは2ブロック必要。何？ナイフ2個いるんかな。間違えた。ショットガンとショットガンの弾ね。
なんかさ、こないださ、あ、なるほどな。ちょっと待って、これ一回さ、ショットガンリロードできるように。こないださ、心斎橋のパルコの中に、カプコンショップみたいなのがあるんね。そこに売ってるっぽいんやけど、絶対なんか出てくるよな。なんかハンドガンの弾とショットガンの弾のポーチが売ってるらしくって、それがめっちゃ欲しいよね。では、カルパッチョを借りに行きたいと思います。さあやってきな。お見事に全部終われました。これはもう道頓堀のカニ道楽ですよ。今日はカニ鍋や。サソリやった。いい、危ない、いた、やめろや。どういう感じやっけ。危ない。どういう感じ、どういう感じ。どこ狙ったらいいの。痛い、ちょ、痛い。間違えたー。ちょっと待って。いかん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 。あ、ちょ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 。いかん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 。危なー。痛い。どうだ。どうだ、どうだ、痛いか。痛い。そんなにも ちょっと待って もうぶっ飛んだやんか、ビリーちゃん。何してくれんのよ。痛い。どうや、痛いか。どうや。痛え、ちょっと待って。体柔らかー。痛え、ちょ。吹っ飛んでんのだけど、ちょっと待って。死んだか。やったんちゃう？怖っ。イエーイ。うわ、来たなー。カニ味噌。ちょ、回復持って帰ろう。持って帰ろうじゃない、食べて帰ろう。ビリーちゃんがこんなにも頑張ってるということは、レベちゃんもわからないんやね。なんて複雑な関係。使う。ナイフ別にいらんよね。そんな大事じゃないよね。よし、これでいこう。ああ、お掃除されている。早っ。ねえ、これは。あ、アイテム取られへん。嘘でしょ。それやったら、どうしようかな。一旦下の階降りて、
こに置く。置く。ほんで、一応全部持ってくるか。もうこの上の階に行くことはないしな、多分。そう、今回ゼロはね、アイテム欄がお互いめっちゃ少ないから、2人合わせれば12個あるんやけど、それがね、なかなか結構ネックなんですよ。でもなんかあれやね、回復アイテムのさ、なんか拾う予定で1個マス開けとくとか、がボス戦やから何個かこう備えておくとかじゃなくてさ、持ちあもう完全持ち歩かんって決めて持ってたらめっちゃ楽かもな。アイテムがさ、回復アイテムの何枠を開けとく必要がないわけやからな。逆にいいかもと思わないともうやっていけんわな。どこやったっけな。とりあえずこっちやな。アイスピックとこれは持ってきてるから。で、ここが実家やったよね。置いておこう。んで、これも一旦置いといて、多分この先に行くことはもうないから、この廊下を 実家として荷物いっぱい置いていこう。これそんなすぐ使わんよな。ここには置けない。ここやったら置ける。これでいきましょう。で、とりあえずレベちゃんのところまでアイスピックを届けるのと、あのなんか棒やね。なんかさ、この間言っとったさ、ドラクエのなんかガチャガチャで撮ってテレビ台に飾ってるみたいに言っとったやんか。この間、その前に、もっと前か。この間じゃないな。もっと前にガチャガチャで、なんかペタンコの動物みたいな。ぺっちゃんこの動物の置物みたいな。ペタンコアニマルみたいな。なんかわからんけど、ガチャガチャがあって。それでなんか、猫があったから欲しくって友達とやったんやけど、猫は結局当たらんくって、パグとペンギンが出たよね。で、なんか、あと何やったっけな。アルパカとか出たんやけど、そう、ペンギンが2体あったんや。で、当たったから、まあ、せっかくし飾っとこうと思って、そのドラクエのが集まるテレビ台に、そのペタンコの動物みたいな飾っとったんや。ほんでさ、家にお母さんが来た時な。見てこれ可愛くない？って言って飾っとったやつ見せてんやんか。ほらペンギン見て「え、何これ昼？」って言われて 捨てたよな。昼これ？って言われて なかなか昼って出てこんぞと思って、日常会話で おっとー、なんだー、いた。もうやめなってば。ビーフジャーキーじゃねえんだよ。ふざけんじゃねえ。おい、
お前また人の腕をお前が見せこら。誰やここで犬飼っとんの。ゴールドリング、これかはめるやつ。犬なんでこんなところにおんの。はい、あかんぞビリーちゃん、これまだファインやから平たがんで。灯油、ロックショットのロック、はい、どこの、これか。あーなるほどね、2人おらないきついなこれ多分。一旦レベちゃんに代わって、で、ここを、はい、これがどこにつながってるんや。あの2階の開けへんかった扉かな。あーうどー、やだやだやだ怖っ。ここのエリア怖い、昼山さんがおる。よいしょー、こちゃ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 、びっくりしたー。よし、ビリちゃん久しぶり。これで、はい、オッケー。お、はいはいはい、よし。で、先にこれを渡す。どうしようかな。これでいいか。で、ビリちゃんに変えて、これレベちゃんに渡しとくか。これでいきましょう。男が先導を切るんや。回復別にいらんよな。死んでないな。よーし、やったか。これ灯油あるから組み合わせとこう。 OK、 今回火炎瓶を使うのでね。
ックショット3両目とか、なんかどちらこうちゃらみたいな言っとったな。あれかな。うわ、しょーい、うまい。おそらくここです。これですね。なんかさ、エイダのフックショットさばきを見てるから、こうえらい遅く感じるよね。で、ここに降りたらええんかな。一旦向こうまで行ってみる？あ、行けんわ。あ、行けんわ。まあ、怖いやろうな、こんな。普通こんなん無理やでな、上走るなんて。やめて。ナイフ。こいつがあの噂の相棒か？来たー。シルバーリング。気持ち悪い。卵か。うー、気持ち悪い。うー、鳥肌立ったわ。ん？何ですか？うわ、なんか突き打った。最悪。これ潰されんかったっけ？あ、いけたいけた。やばいやばい、なんかいっぱいいっぱいついてる、いっぱいついてるよ。あ、そんでここが通れるようになるってわけね。やめてよ。ええ、これ強いな。あ、ちょっと待って。じゃあさ、ここなんかあったっけ、アイテム。特になんもないな。期待みー。やめてよ。で、これでリング2つが揃うってことか。一旦、レベちゃんと合流やね。磁気カードで操作。まだまだ先かな。もうこれさ、いかにビリーちゃんがこのレベちゃんが通るルートをきれいにしとくかどうかやんね。レベッカな、もっと人気出てもいいと思うんだけどな、ビリーちゃんもな。ビリーもゼロ以外登場せんかったしな。もう圧倒的スティーブ推しやけど、2番目に押すのは結構
ビリーいいとこまで来てんねんけどな。ビリー2番目ぐらいまであるわ。ゼロしか出てないのに。なんなんやろな。純粋、お、びっくりした。純粋なんよね。で、アイテム散らかしたところに行くか。違う違う違う。うま。これ共同操作がいいな。よし、やったか。ちょっとレベちゃんは弾を持っていないので、節約で。あ、ここですね。一旦セーブ入れときたいけどな。もっと他に入れるもんあるやろ。ブルーカードキー。はい、では行きたいと思います。で、この猟銃は持たせといて、一旦セーブを挟みます。はい、では行きます。あのカードを使うとこからですね。ナイフは持っといた方がいいんかな。はい、捨てます。おっと、こちらデルタチーム、列車の確保は完了した。了解。ありえない。なぜテイルスが漏れたんだ。しかも研究所のある旅館からは3マイルも3マイルも離れているんだぞ。しゃべりすぎだ。そんなことよりこの事実が外部に漏れるとでも。列車を始末するんだ。完璧な。仕込み線のまでの時間はあと10分。どうした？最悪、マジ気持ち悪い。いや、キモすぎんご。え、そこに行くんですか？え、この外の話、どこの話今の？ここやんね、やっぱ。列車の速度は増す一方だ。速度増してるんや。機関部が破壊されている。修理は不可能。おっと。このままだと脱線が。列車を止めるぞ。おっと。ブレーキ操作マニュアル。ブレーキ制御装置の使用について。ブレーキ制御装置を使用するためには以下の3つの操作が必要です。ブレーキ制御装置は車内の以下の場所に設置されています。1車両目運転室、5車両目後部デッキ、
起動する場合は専用磁気カードを後部デッキ側の装置に使用します。この段階で運転室と後部デッキ両方の電源が入ります。後部デッキ側のコードを入力しロックを解除します。入力を終了すると運転室でのコード入力が可能になります。運転室側にコードを入力してロックを解除します。以上を終了させると手動ブレーキが使用可能になります。なるほど。どちらが残る？やるべきかやろ。俺が後部デッキでブレーキ制御装置を解除する。その後でブレーキを動かすんだ。いいな、分かったわ。ミリー、なんだ、気をつけて。ああ、何この癒し、何この癒しキャラ。ちょっとアイテム整理だけ。これはレベちゃんに預けておこう。フックショットも一旦置いとこう。多分自動的に持ってきてくれるはずなんよ、確か。で、磁気カードやね、これ。はい、OK。これだけ持っていっとくか。結構これ時間なんか怪しかった気すんな。やばかったよな。パツパツやんな。では、向かいたいと思います。いざ。いっすげー、いっすげー。無視できるところは無視で行こう。多分あれやっとったらな、ほんまに時間ないんよ、確か。あ、くそ。やべえ。いっちゃん端っこまで行かなあかんでな、確か。すげえ、うわ、やば、お。オッケー、今や。あ、くそ。まだいける、まだいける。いけるぞー。あと1回噛まれたらもうやばいんちゃうかな。これは、あいつか。何やったっけ。隊長ではなく、誰やったっけ。ケネスでもなく、誰やったっけ。ぐらいのやつですよ。もう覚えんでもええわ。やばい。ハーブあったよな、ここ。これ食べときましょう。で、これですよ。67。これでブレーキ装置を操作できる。で、12345678910。7963。34。OK。こちらビリー。制御装置を解除した。こっちの装置は任せて。これでレベちゃんが81、クーク80、72、29。 OK。 どんな装置やねんな。えぐいやろな、これ止まる時の衝撃。あ、そういう感じか。大丈夫か？ビリーちゃんタンクトップやったけど。
大丈夫そう？あ、大丈夫そうです。レベカ、レベカ、ここにいるわ。大丈夫か？なんとか止まってくれたな。本当になんとかね。どこかに出口があるはずだ。可愛いよな、このレベカ、レベカ、レベカ。これでいくか。ちょ、ビリーちゃん何してんの？よーし、全員死んだか。ここはなんかアイテムいっぱいありそうな感じ。お、あ、そうそうそう、全部届けてくれるんよ、こういう必要最低限のみたいな。フックショット持っていかなあかん気すんな。ナイフってそないにいるんかな。でも、はい、では行きたいと思います。出入りが完了しました。これで一旦列車が終わりっていう感じですね。あ、なんか曇りそうやな。おらんか？あ、おらんな。なんかバイオの世界で生きとったらさ、なんかバイオの世界で生きとったらっていうか、バイオをしとったらさ、なんか慣れてくるけど、こいつら今行っとったん下水道やんね。絶対汚いわ。はい、ここでこの洋館にやってくるわけですよ。アンブレラの幹部養成所か。そう、初代所長ジェームズ・マーカス博士。ドクター・マーカスですよ。誰だあの二人は。女はスターズの新人だ。うん、男性は、男は知らんな。静粛に、主張マーカス当養成所の指針を告げる。忠誠は服従を生み、服従は規律を生む、規律は力となり、その力が全ての源となる。誰だ貴様だ。洋館をティールスで汚染させたものだ。もちろん列車の汚染もな。何？復讐なのだよ、アンブレラへのな。バーデーカービータービー。うえー、気持ち悪い。キモい。マーカス所長。10年前、彼はアンブレラに殺された。お前たちも手助けをしただろう。